どうも皆さん、こんにちは、カイトです。エクスティンクション生活その3ということでね、今回も頑張ってデータを進めていきます。というわけでね、まああれからね、賑やかになりましたね。はい、便利恐竜のドエディ、マンモス、アンキロ、こちらをねテイムして、まあ資源の確保はねいい感じになりました。ちなみにこの子たちはみんな130でテイムしました。なかなか135レベル以上が出ない。まあでもこれでね、今貧弱な拠点もこれからちょっと発展させていきたいなと思います。というわけでね、今回はテイムしたい恐竜が2体いまして、それがね、ユキフクロウとマナガルム、この2体ねテイムしたいんですよ今回で。はい、この2体はどっちもエクスティンクションにおけるまあ優秀な移動手段なんですけど、まあこの2体がいないとね、ちょっとアルゲンとかね遅いし、まあ、荷物は持てるのはいいんですけど、でプテラノドンはそこそこ早いけどスタミナないし重量持てないしということでね、そろそろ俺もいい感じの移動手段をね確保したいなと思うことで、早速この2体テイム頑張っていきます。はい、というわけでね、早速ユキフクロウからねテイムしていきたいなと思います。で、目つけてるユキフクロウはいるんですけど、まあ、まず先にね罠を作りたいなと思います。というわけで罠作っていきます。材料はこちらですね。こちらです。まず石の土台を置きます。で、支柱を置きます。コントローラー。今ちょっとね、ついさっきね、コントローラーぶち壊れて、スティックがぶち壊れちゃって、こういう方向を見るのがね、やりにくいんですよね。これはもう。で、支柱をもう一個つける。夜になっちゃったな。まあちょっと見づらいかもしれませんけど、やる。で、石の両開きのドア枠をくそ定まんね。よし、2つつけて、で、三角天井をここの真ん中につけます。で、下の両開きのドア枠は回収。やっべ、向き間違えた。でももう後戻りできない。なるほどね。つけるときは向こう側。向こうつけるべきだったか。ちょっと逆だったな。で、石の壁を二つ、ここにつけます。そこじゃない。ここと、ここにつけます。そしたら、両開きのドア枠を、はまだ。あれだな。両開きのドアはここにつけないといけない。つけて、で、そしたら三角天井で、ね、これが一番難しいんだよな。全然スナップしないの。これを下向きにしたいんだけど、ちょっと時間かかります。いった。これ、この向き。これで OK。よして、最後に、この、ドアをつける。これで完成。ただ、向きが逆。本当は、向こうから持ってきて、入れたかったんだけど、ちょっと向き間違えましたね。まあ、いや、とりあえず、行きましょうか。誘導しに。いましたね、あいつです。はい、雪袋レベル130。こちらをテイムしたいなと思います。というわけで来い。雪袋はね、よく他の生物に絡むんですけど、はい、ご覧の通りね、攻撃当たってません。まあなのでね、死ぬ心配はなし。でもたまにメガテリウムと喧嘩してんだよな。というわけで来い。いなさいよ。座って、ここまで来たら、あと俺が、じきじきに、向こうに連れて行かないといけない。こっちだ、来い。なんで？よくわからん。よし、来た。
なんでじゃあ。でも一回ハマった。オッケー、プテラならいける。そして、閉める。閉めさせろ。コントローラーのせいで。あ。しまった。やったぜ。オッケー。これでオッケーオッケーオッケー。ちょっとコントローラーのせいで。そう、コントローラーの右スティックがぶっ壊れていてですね、こう歩くのには問題ないんですけど、こう方向転換するとき、例えばほら、今勝手に回ってるじゃないですか。俺、スティックから手離してますからね。こんな風にね、なってるんで、ちょっと早めに早めに、あれ、新しいコントローラー買わないといけませんね。じゃあ早速打っていきますか。素晴らしいトラップだよな、これ。ちょっと向き間違えちゃったけど。まあ、この罠の、を参考にした動画概要欄に貼っておくんで、見ましょう。よし。はい、気絶しました。オッケーオッケー。これ開けばインベントリをチェックできますと。ステータスは、まあ、大体平均ですね。ほとんど平均だ。うん。よし。じゃあ、あとはまあ、適当に霜降り肉とか集めて、テイムしましょうか。よし。雪袋、テイム完了。来た来た来た。来たぞ、雪袋。やった。これでプテラノドンともお別れか。今までありがとうな。まあ、これからも、なんかあった時は使うわ。でも雪袋がテイムできたということは、今後は、雪袋を使います。うん。ステータスはこんな感じですね。一応ブリーディングするかもしんないから覚えておこう。疲れさん、お前のおかげでね、霜降り肉を取りやすくなったわ。ま、お前のね、これのターキーイベントのピンク色が欲しいんだよ、お前の。もう、こいつ真っ白でいい感じだな。たまに濁ったやつもいるけど、この子は真っ白でね、可愛いですね。これの桜色を目指して頑張ります。ターキー来たら。で、あとはこのトラップをね、もうそこら辺に、あれ作っておこう。まあ、ちなみにこれはマンモスをテイムした時のトラップ。です。はい、というわけでね、お次は地獄のマナガルム探しですね。うん。おー。いいね、カック。やっぱこうじゃないとね。はい、というわけで、続いてマナガラム探しもね、頑張りたいなと思います。よしよし。よーし、オッケー、雪袋。レベル145テイム完了。そしてね、この子はオス。俺がさっきテイムしたやつはメス。ということでね、ブリーディングできる。よろしくな。スケベしようよ。135! 来た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  !135 マナガルムですよ。来ましたね。こいつはやるしかない。暗い。よし、ナイス。問題がダイオドンだよな。めんどくせえ。そうだ、こっちに来い。痛えやめろ、頭突きやめろ。いやー
痛えよ。よし、まあここでいいんじゃない。よし、いいぞ、ここでやろう。凍結、こんなもんかな。オッケーオッケー、大丈夫だな。周りに怖いやつもいない。一応護衛役としてスピノはやっておくと。よし、ちょっと不安なんだけどやめてくんねえかな。降りろお前は。よし、というわけで早速撃っていこう。よーし、見つけたぞ。怖いからやめる。いってぇ。いてぇ。やめろ。あー、ちょ、やめろ。ちょっと怖いんだけどやめて。判定どこ？こいつ、お前の判定どこ行ったの？いや、謎の攻撃を受けてるんだけど。ちょっとあれか、ちょっとやりすぎたか。痛い痛いって。痛い。あー、もう最悪だ。ちょっと待って、なんでこんなことに。あ、これでもダメなのか。まあちょっともう一回やろう。こいつ謎の判定を手に入れやがったから。あ、これまずい状況ですね。よし、戻った。よかった。どうだ、あれ、お前らは誰だ。あ、消えたか。うーわ、マジか、消えたか。消えたっぽいなぁ。うわ、マジか、ミスったなぁ。ちょっと乱雑にゲート置きすぎた。そのせいでちょっとなんかずっと浮遊しているバグになっちゃったし。で、なんとか袋の凍結で解除できたけど、多分ちょっと岩に挟まってたからちょっとアンチメッシュしちゃったんだろうな。消滅しちゃったわ。うわぁ、もったいないなぁ。マナガルム135。くそ、めったに。あ、お前か、お前じゃない。いや、お前は違うか。お前は誰だ。うわ、もったいないなぁ。くそ。待って。ちょっと待って。ちょっと雪袋150見つけたからね、とりあえずテイムしてるんですけど、こいつやべえ。体力めっちゃ高えし、攻撃力270っていう、頭おかしいステータスしてる。やば。こいつやべえな。270って。攻撃力がかなり高くて、
で、体力もかなり高い。神個体じゃねえか。ちなみにスタミナもちょっとだけ高い。ちょっと、化け物個体に会ってしまった。さて、お前のステータスだよ。どういうステータスなんだ？強っ。体力3500に攻撃力461で。化け物生まれたわ。お前オスか。お前オスっぽいな。あ、いい、スケベ。今ちょっとわかりましたかね。マナガルム消えたんですよ。うん、マナガルムってね、よくダイブするとね、消えるんですよね。そこがやべえところ。うん、せっかくの恒例見つけても、ダイブして消えるっていう可能性があるからさ、このマナガルムのテイムがめちゃくちゃ難しい。130マナガルムだ！来た、これ。この木を逃すな。2体いるなぁ。130。お前はテイムしたい。55。頑張れ。あ、でもいけそうだな。豚もいるし。あのバーガー。何やってんだ。ちょっと待て。傷ついてる。よし、いいぞ。ちょっと、俺も応援する。当たんないようにするから。よいしょ。よいしょ。はぁ！こっち来るな！いきなりこっち来るなよ、もう。あー、もう。つれーよ、マナガルムのテイム。もう、なんなんだよ。125。もう妥協していい？妥協よろしいか、自分。もう辛いわ。135は消え、130は俺がぶち殺し。もういいでしょ。許してくれ。許せ、サスケ。あー、もう。踏んだり蹴ったりだが。お前ボロボロじゃねえか。よいしょ。まずは回復してあげよう。ついでに置こう。今度は乱雑に置かない。どう？いて。あ、これいったんじゃない？どう？なんか2個しか置けなかったけど。いや、抜けるんかい！まず、恐竜用ゲート、やりやすい位置に移動して、これをこうやってやって、で、真ん中の方にも一個置く。どう？その角度は何？よし、行った。よしよしよし。じゃあもうテーム完了してない。まだ眠らせよう。大丈夫そうだな。で、まあ、ちなみになんですけど、俺コントローラー買いました。うん。あのぶっ壊れたコントローラーとはさらばしました。まあ、ただね、ちょっと、まあ、まだ使いづらいですね、やっぱ。初めてなもんで。まあ、でも、
まあ、慣れっていうことで、以前はなんか Xbox のコントローラーの PC のやつを使ってたんですけど、今回これなんだ、 PS4 のコントローラーみたいな感じのコントローラーなんで、まあ、ちょっと、まあ、まず持ち方が違うし、硬さも全然違うんで慣れが必要ですね。やってんなお前、やってんね、やってんね、やってんね。そ待て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 、やってんね。お前、天下の雪フクロウに勝負を挑むとはなかなか不定野郎だな。まったく。まあ、というわけでコントローラーを変えましたっていうお話と、あとね、ターキーイベントの情報も出ましたね。うん。まあ、今年も来てくれるのありがたいですねって言いたいところなんですけど、ちょっとね、ちょっと由々しき事態ですね。あのですね、寝やがったな。マナガルム食料値めっちゃ減ってますね。まあ、マナガルムは基本的にジャンプで、スタミナ使うんで、その分食料値もめちゃくちゃ減っています。まあ、なのでね、テイムが楽です。で、そう。ターキーイベントなんですけど、イベントカラーが公表されたんですけど、あのね、その中にね、俺が、まあ、このエクスティンクションをやってる理由である、あの、桜色ピンク。桜ピンクがね、ないんですよ。うん。新しい色は追加されてるのに、去年あった色もないんですよ。去年あったディノライトレッドとかないんですよ。あと黄色とかもないんですよね。それがね、あれと思って。ちょっとね、それはちょっとどうなんだなっていう感じがありますね。うん、まあ、そのことについてはちょっとイベントが来たらまた話していけたらなと思います。はい。まあ、とりあえずね、マナガルムにね、霜降り肉をぶち込みましょう。よし、マナガルム、レベル125。テイム完了。来たね、マナガルム。この最強の移動手段。こちらを無事テイムできましたね。サドルだな、サドルと。早いな。すげえな、やっぱ。フクロウもいいけど、やっぱ移動手段といえばマナガルムだよな。はい。ここ圧倒的ジェット。早すぎる。その分スタミナも使うから、まあ、スタミナとかは重点的に上げていかないとな。ステータスはこんな感じだな。とりあえずブリーディングに使うかもしんないからステータスは覚えておきます。うん。っていう感じだな。オッケー。うー、疲れた。はい。というわけでね、今回は雪フクロウとマナカルム。こちらは無事テイムできました。うん。まあ、雪フクロウはね、いろんな能力を持ってるんですけど、で、かつね、この子は滑空もあるんで、非常に探索がしやすかったです。はい。で、かつ、まあ、この子は野生個体なんですけど、ブリーディングするとね、移動速度が伸びるんですよ。うん、飛行生物なのに。まあ、なのでね、ちょっといい個体も手に入ったんで、ブリーディングしてね、またこの子を使ってあげたいなと思います。で、お次はマナガルムですね。まあ、この最強の移動速度を誇るマナガルム。うん、まあ、今回テイムしたのは125レベルっていう、低レベルだったんですけど、いや、ほんと130と135見つけたんですけど、まあ、いろいろな事故がありつつ、まあ、なんとか125をテイムできて非常に良かったです。うん。まあ、今後はこの125マナガルムを元手に、まあ、やっぱ移動速度がやばいんで、まあ、いろいろ探索していって、マナガルムの高レベルもね、見つけていけたらなと思います。うん。はい、というわけでね、以上となります。うん。で、まあ、残すはね、ギガノト2体をテイムすることなんですけど、
まあちょっとね、ターキーイベントが25だっけ？ 25 に来るんで、ちょっと間に合わなそうなんですよね。うん。まあターキーイベント中に見つけれたらいいなーっていう感じですね。イベントカラーを狙いつつ、ギガノト自体もテイムしていくっていう感じの計画にはしたいなと思います。うん。まあただね、ちょっとイベントカラーに桜色がないっていうことでね、まあ、俺何のためにエクスティンクションをやってるんだろうって思ったんですけど、まあ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 、まあそこはいいとしましょう。まあとりあえずね、近々ターキーイベント来るんでね、楽しみですという感じで今回はここまでにしたいなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。